いや、こんだけ巨大な匠だったらさ、爆発したらどうなるんだろう。マイクラ世界ぶっ壊れちゃうんじゃね。え、マジでどんな感じなんだ。ちょ、爆発してみようかな。うわー、やべ、音がやばいけど、なんか意外としょぼい。どうもこんにちは、たくみです。というわけで今回はですね、たくみクラフトの特別編ということで、まあ今までね、たくみクラフトやってて、たくみがいろいろ出てきたと思うんですけど、そいつらの爆発をね、紹介していこうかなと思います。止めたくみって多分やってないよ。じゃあ次、チリたくみ。お、チリたくみの効果未だによく分かってないんだよね。これ何なんだろう。チリ、あ！え、うざ！あ、そういうことか！持ってるアイテムをめっちゃ散りばめられるんだ。うわ、めんどくさ。めんどくさ、せっかく用意したのに。動画投稿主に優しくない、優しくない匠だな、こいつ。じゃあ次、金床匠。まあ、金床匠はこれは本編でできたんですけど、爆発すると、なんかめっちゃ金床が降ってきて、で、これもね、確か偽物なんだよね。ほらー、もうびっくりした。びっくりしたー。触れた瞬間に爆発するっていうね。ということで次は気象という匠なんですけど、なんか見た目がね、ベッドっぽい匠だから、これは多分、あそこで一応寝たんですけど、爆発したらベッドが壊れる的な。あ！なるほど。爆発を食らうと、ベッドに戻される的な感じか、強制的に帰らされるっていう感じね。え、すげえ。で、次の匠が、これがね、上匠っていうのが、これなんか能力見ずに、なんかささっと倒しちゃった匠なんですけど、こいつの効果は何なんだろう。とりあえず爆発食らってみないことにはわー、めんどくさい。あ、なるほどね。上昇かな、わかんないけど、爆発すると、大連クリーパーが大量に生まれてくる的な感じか。あ、なるほど。これ怖いな、結構。気づかずに爆発したらさ、一気に爆発してたんじゃない、これ。危な。次はこのね、これなんて読むんだろう。長昇、飛ぶ匠なんだけど、長昇っていうのが、これは多分爆発されたら、なんかジャンプ力が高くなる的な、死んだし、普通に。クリエイティブでも効果得られるかな。あ、得られるね。爆発跳躍。なにこれ。あ、すごい。あ、そういえばなんか食らったな。確か爆発しながら、跳躍するんだ。これ確かダメージ食らうんだよね、これ。なんか普通に、あれ、あ、ダメージ食らわない。え、もうただこれうるさいだけ。めっちゃやだそれ。じゃあ次、このゼイショーだっけ、ゼイショー爆発してみよう。これ普通にクリエイティブでやって、なんか能力わかるかな。一旦爆発してもらって能力がつくわけではない。あ、なんだろうこれ。これ多分剣とか持ってる状態でこんな感じで近づいて爆発食らうと、持ってるアイテムの耐久値が一気に減るわ、これ。あ、脆くなるから、そういうこと か, なんか頑張ってさ、極光剣とか作っても一瞬でなくされるっていう可能性があるってことが厄介だな、それは。で、次、ロボ匠。いや、こいつね、こいつな、近づくとね、爆発しちゃうから、クリエイティブじゃないとね、うまく見せらんないんだよね。まあ、こんな感じで、こう、爆発させると、めっちゃ雷とビームを飛ばしながら、まあ、あっちの方爆、うわー、怖い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 、うわー、びっくりした。まあ、こんな感じで、ビーム飛ばすんですけど、最終的に自分を爆発するみたいな感じなんですよね。サバイバルモードで、こうやってやると、こんな感じで、うわーってなるんですけど、うわーってなってる間に近づくと、もう本体が爆発してるから、まあ、いなくなってるみたいな、そういう感じですね。じゃあ次は、このガーディアン匠。ガーディアン匠は、こいつは、まあ、単純に海の中にいるんですけど、多分海の中にいて爆発してくるみたいな、イカ匠と同じ類かな。こいつ意外と動きすばしっこいな、地上だと。すげえ息がいいじゃん、こいつ。さばいていく。おい、爆発していいぞ、お前。あれ？え、全然爆発しない。あ、来た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 。まあ、こんな感じで爆発力は普通の匠と一緒だね、これは。じゃあ次。次はこのね、消えた。ああ、いる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 。動きが早すぎて見えなかったみたいな、そういう感じかな。なんかこいつは体力がもうハート1個の半分しかないんだけど、めっちゃ爆発してくんだよね、こいつ。で、全然攻撃当たんない。で、なんかしかもあ、オッケー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 。で、今は黒曜石だったから大丈夫だったんですけど、普通の場所に行くと、地面普通に崩れるんで、めっちゃうざい。じゃあ次、アッパー匠。こいつなんだっけな、ここにいると、わー、ははは。まあこんな感じでね、普通に爆発と落下ダメージがあるから、まあ食らったら死んじゃうんじゃね、これ。じゃあ次、これは前回出たネザー匠ですね。こいつなんか爆発するとなんかね、溶岩のドームみたいなので作ってくるんですよね。で、これで中にいると、まあ溶岩に囲まれて死ぬみたいな感じかな。結構怖いよねこれ。で、ここ壊しちゃえば出られるんで、まあそんなに強くはないかな、これは。じゃあ次はね、ウイルス匠。俺こいつの能力わかんないんだよね。ちょっと爆人匠と被ってない、なんか見た目。こいつの能力何なんだろう。ウイルスってよくわかんないんだよね。とりあえずクリエイト、あ、来た、匠ウイルス。え、これ何の能力これ。あー、びっくりした。あ、なるほど。ウイルスが解かれた瞬間に、なんで今爆発した。まだ爆発してる。ちょっと待って、どういうこと。匠ウイルスの効果よくわかんないんだけど、とりあえず普通にサバイバルモードで爆発食らってみて、これでどうなるんだろう。多分俺の予想だと終わった瞬間に爆発するみたいな感じかな。あー、やっぱそうだね、そういう感じだね。
あ、これ1回だけだね。じゃあさっきの爆発は何だったの、あれは。で、次はですね、くじ匠ですね。くじ匠はなんか、爆発するとランダムで匠の能力が得られるみたいな。まあ、例えば今だったらなんだこれ。これアッパー匠かな、これは。まあ、アッパー匠の効果が得られて、他に爆発するとなんだろう。次。これ全然わかんねえや。なんか、ネザー匠の爆発と来ればわかりやすいんだけどな。あ、経験値匠だ、これは。まあ、みたいな感じで、ランダムで、本当にくじみたいな感じで、まあ、何の匠でも変化するみたいな感じかな、これは。じゃあ次、大砲匠。こいつやったっけ、大砲匠って。普通に爆発するね、矢というか大砲をね、撃ってきます、こんな感じで。え、まあ、普通に矢の音じゃなかった。全然爆発要素なかったけど。一応音は爆発してるけど、なんか普通に矢食らってる、俺。発射するときに爆破の音が鳴ってるだけで、飛ばしてくるのは普通の矢なんだ、これ。あ、そういうことね。なんか、匠式弾を飛ばしてくるとか、そういう感じじゃないんだね。で、まあ、爆発、まあ、近づいたら爆発するみたいな感じかな、これは。次がですね、この、アジャリ匠。アジャリ匠、なんか何回か本編に出てきたんですけど、こいつはなんか、爆発すると爆発する土みたいなやつ。あ、これ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 、あ、うるさい！めっちゃうるさい！こんな感じで、周りの地面をこう爆発する、これ何なんだろう、これ。アジャリ匠の爆弾。そのまんま。まんまのやつに変えます。だからこれ普通に壊すと、こんな感じで爆発しちゃうんですよ。で、周りが全部爆弾になってるから連鎖してめちゃくちゃ爆発するみたいな感じですね、これは。次が、これ読み方わかんないんですけど、なんかこれ本編で、間違ってカットしちゃったんですけど、さらっと倒したんですよね、これ。読み方がわかんない、これ。これもまたなんか見た目がベッドっぽいから、ベッド系の匠かな、これは。とりあえずあそこにベッドがあるんで、ベッドを見ながらこいつ爆発したらなんか変わるから、おー！なんかベッドの上にめっちゃ匠生まれてきたんだけど、あ、こいつらあれじゃん、気象じゃん。気象と、あ、死んだり匠がいる。やべえ、これ。まあでも、ベッドにワープされるわけじゃないから、まあ別にそんな害はないんじゃないかな。まあでも、死んだり匠が爆発したらちょっと厄介かな。これ普通にめっちゃ爆発するからな。うわぁ！はははは。てか、死んだり匠強すぎじゃね？もう黒曜石とか関係なく全部ぶっ飛ばすかんな、これ。で、次はね、火薬庫の匠。こいつはですね、近づくと TNT をめっちゃ投げてきます。サバイバルモードにするとめっちゃわかりやすいんですけど、めちゃくちゃ暴れ回ると。これやばくね？いや、やば。あ、でも逆にこいつ近づけば全然、全然ダメージ食らないぞ。あ、弱点見つけた。近づけば弱いぞ、こいつ。で、近づいてもなんか普通にこいつ本体はあまり、なんか爆発しないっぽい。こいつ爆発したらどうなんだろう。こいつ自身はまあそんなに強くないかな、爆発は。じゃあラストは、ボスゾーン行きますか。じゃあボスゾーン。まあボスはね、結構出てるんで、みんなわかるかもしんないんですけど、あ、そう、大将ね、最初茶番でやったんですけどね、もう一個ね、能力あったんですよね。まあそれは最後にちょっと紹介しようかなと思います。ということで、まずは海洋の匠から。海洋の匠は、こいつは爆発すると、めちゃくちゃ海を、お、びっくりした、今止まったかと思った。ボスは爆発しても本体が死なない状態で、まあ、こんな感じでね、海洋の匠は、周りになんか海の塊みたいのを生み出します。あ、ダジャレじゃないです。永遠にさ、こいつ爆発しまくればさ、ずーっとあれじゃね海のタワーみたいの上までできるんじゃないこいつ。ちょっと暇だからやってみようかな。いや、これ結構高くなったんじゃないこれ。ははは。ま、こんな感じで、なんか、すげえ！なんかゼリーみたい、これ。で、あそこ本体はめっちゃ雷が落ちてると。これ危なくね？水の中行ったら感電死しそう、これ。で、次はですね、僕が一番嫌いな風船の匠ですかね、こいつ。まあ、こいつはまあ、ガストと一緒で、爆発する火の玉を飛ばしてくるっていうのと、まあ、近づいて倒そうとすると、普通に爆発するみたいな。こいつ、普通に爆発しちゃうんだよね、こいつ。だからこんな感じで、火打ち石やると、まあ、めっちゃ爆発すると。でもあれか、こいつ爆発しても消えないのか、こいつボスだから。これなかなか当てんの難しくないこれ。結構さ、動きもあるからさ、まあ、ガストと同じで、一応火の玉当てれば、まあ、一発で倒せる的な感じかな。全然当たんねえこれ。あ、当たりそう当たりそう当たらない当たらないっつ。ちょ、普通に火の玉が強いんだよね、これ。どうせだったら当てたいどうせだったらちょっと一発当てて終わりたい。おらちょ、お前全然当たらんやんけ、これ。あ、ここだったら当たる。ちょっと嘘でしょ、せっこあいつ。ずるい。あ、ちょ、うわ、やだー。この距離だったら当たる。オッケー。こんな感じでね。まあ、火の玉さえ当てれば一発で倒せるけど、まあ、めちゃくちゃ強いです、こいつ。で、次が無料の匠ですね。こいつはですね、爆発させると、なんかすぐ爆発する匠をめっちゃ呼んできます、こいつは。こんな感じで。うわま、っていうね、めちゃくちゃ耳が痛い匠です、こいつは。これ何体呼んでくんだろう ?20 体ぐらい呼んでくんのかな結構広いな、これ。割と広範囲で呼んでくるんだな、こいつ。で、次、地雷の匠。地雷の匠は、こいつは爆発すると、なんか普通に、周りの、なんだろ、これ。周りにめっちゃ火が出てくるっていうのと、なんか周りのブロックが確か地雷源になるのかな、これは。
で、次が土蜘蛛の匠ですね。なんかマクドナルドみたいな色。こいつは爆発すると結構厄介で、蜘蛛の巣が生まれてくる。そして、蜘蛛匠も一緒に召喚してくるから、まあだから、どうなんだろう、めっちゃ爆発されちゃうのかな。ちょっと普通にサバイバルモードで爆発食らってみようかな。多分これで爆発してくれると思うんですけど、いや、全然爆発してくんない。可愛いな、こいつ。買おうかな。可愛い、なんか。なんか仲間になったんだけど。今うなずいた。何これ、めっちゃ可愛いんだけど。なんか友情が芽生えた。ちょ、爆発してくんない、頼むから。頼む。ちょっと頼む。頼んだ、頼んだ。オッケーオッケーオッケー。で、爆発した。うわー、ちょっとびっくりした。で、こんな感じで、蜘蛛匠がめっちゃ爆発してくるんですよね、これ。あ、死ぬ。死ぬ。捕まったら大体死ぬみたいな匠っすね、あれは。ということで、最後は大将なんですけども、まあ、なんかさっき茶番でやった時はなんか爆発した時なんかゆかり匠みたいな。おー、なんかこれ、あ、なんだこれ、なんだこれ、気持ち悪い、なにこれ、俺も初めて見たんだけど、なんだこれ、めっちゃエンコード殺されるこれ、ちょっと画質悪くなるからやめて。まあでも思ってたよりなんかめっちゃ重くなる爆発をしてくるとかじゃないんで、まあ、ちょっと試しにちょっと爆発普通に近くでやってもらおうかな。まあ、こんな感じで。あ、今の来た。痛い。あ、これダメージ食らうんだ、この黒いやつ。うわ、やばい。いや、やばい。なんかこいつもダメージ食らってね、なんか。君、自分もダメージ食らってない。大丈夫？おー！で、これが、最初に紹介したやつですね。まあ、2段階目の爆発と。あ、すげえ、平らになる。あ、ゆかり匠と一緒だ。じゃあ、やっぱり、整地されるわ。これ平らになるね。まな板だね、これは。あ、来た。これ。これ、やばくね？すげえ、よりどり緑なんだけど、ボス匠を全部呼んでくるっていうね。これやばくない？これ。サバイバルでやってたら、終わってたんじゃねこれ。なんかボスが一気に、なんか樹林の匠、燃え、あ樹林たそう、どうなってたんだろう、あのボスが出てくる。うわー、びっくりした、なんだこれ、すごい、やばい、うわ、めっちゃ吹っ飛ばされたー。そしてなんか、なにこれ、キモい、なんか来てる、ちょっと食らってみるか、試し。なにこれ、なんか追ってきてるんだけど、怖、待って、あ、来る、あ、来る、あー、だよねー。